여러분 안녕하십니까? 今日はね、 トピックが 終わった ばかりで、 作文が 相変わらず 書けなかった っていうね、 そういう 多くの方の 感想を 聞いております。 作文って 書けないもんなんですね。 こう言ってしまうと 身も蓋もないんですけども、 外国語の試験で 作文が 書けなくて 当たり前なんですね。 言語には 4つの 領域がありまして、 まずは読む、 聞く、 そして話す、 書く、 この 4つね。 で、読むと聞くはこちら、 読むと聞くはインプット、 入れる方です。 それに対して話すと書くはアウトプットなんですね。 ですからね、 外国語、 特に大人になっての 外国語学習っていうのは、 インプット優先でないといけない。 入れる方をたくさん入れる、 たくさん入れて、その結果喋れるようになるし、その結果書けるようになるんです。だから書くっていうのが一番最後の領域、一番高度な言語活動です。外国語習得に関してはね。だからね、作文はもういっぱい書けたと思う。私絶対に作文に関してはもう満点に近いんじゃないかと思うという人が、 ほとんど読解ができなかったとかいうようなことはね、まずありえない。ありえない。いたとしたら、その人の外学習の仕方がよっぽど偏ってる。普通は考えられない。ですから、トピックで作文が書けないということは、極めて正常な反応なんですね。だから、作文がよく書けて、読解ができなくて落ちるなんていうことは普通はありえませんので、作文が書けないっていうことは、普通の学習の仕方としては正常な方だと判断できると思います。作文が書けない理由は、大きく分けると2つありまして、1つは韓国語の能力の問題。これは分かりやすいです。そしてもう1つは日本語の能力の問題。 日本語の能力っていうのは、要はその自分で意見を言える、かどうかなんですね。作文を書く能力がそもそもあるのか、韓国語であれ英語であれ、それ以前に意見をしっかり持てて、その意見を人前で発表する、あるいは何か書く、そういう能力がありますかっていう、そこなんですね。その能力がありさえすれば、あとは韓国語に直していけばいい。 そこの見極めが大事なんですね。作文が書けないのは韓国の単語力が足りないからだと言って、単語をたくさん覚えたからといって意見が書けるようになるはずがないんですね。それはもともと意見を持てていない人、例えば動物、愛玩動物、あるいは伴侶動物でしたけども、ペットに対する何か意見を述べるときに、 そもそも自分はペットに無関心であったり、何を書いていいのかわからないっていう状態では、いくら韓国の単語をたくさん知っていても、あまり役に立たないんですね。ですから、まずはね、意見を持つっていうことが大事で、意見を持てなければもう何語であれ作文は書けない。実はトピック会場で、ネイティブの中学生高校生をよく見かけたと思うんですけども、 私は民族学校に勤めていた関係で、その辺の現状をよく分かってるんですけども、ネイティブの学生たち、彼らはかなりの人数作文で落ちるんですね。日本でも考えてみてください。日本の中学生がその伴侶動物について書けって言われて、いい立派な作文書けるでしょうか。書ける人もいるでしょうけども、 かなり優秀な中学生でないと、その800字、700字、800字の作文で、その愛玩動物、ペットと人間との関係っていったテーマで、作文が書けると思いますか？普通やっぱり書けないんですね。ですからね、その辺を見極めて、まずは意見を言う、意見を書くという練習をね、しっかりしていかないと、作文はいつまで経っても書けるようにならない。 で、その上に、韓国語で書いていくと。この2本立てでいかないといけないですね。ちょっとここまでまとめますと、トピック作文が書けなくて当たり前。それの理由は、1つはそもそも意見を持てていない。
そして2つ目はその意見をきちっと韓国語に直していく能力に不足していると、まあ、この2つの理由で作文が書けない。ではどうすればいいのかという、まあ、そういうところになっていきます。